はい、こんにちは。重工房のフラッシュです。また最近ね、来るんですよ、あの詐欺メール。皆さん詐欺メールに気をつけましょうね。今日はそんな話です。今日は詐欺メールのお話。以前にあの私の動画の中で iPhone のサブスクリプションがこう課金がもう自動的にされてしまうっていうね、頼んだ覚えがないのに課金されてしまうとかいうような設定の解除の仕方という動画があるんですけど、ここに出しますが、これがあの結構ご覧になる方多いんですね。で、あと質問も結構あります。で、決して私もこう専門ではないのでよくわからないこともあるんですが、今日はですね、今日届いたメールをちょっとご紹介したいんです。今日届いたメールはですね、こんなメールでした。どっかで私のアドレスを知ったんでしょうね。どっかで私のアドレスを知ったんでしょうけども、こういうのが来ました。 Apple Store っていうところからですね、購入いただきありがとうございましたということで、ちょっとお見せできないところもたくさんありますけどね。そうするとこれを見ていくとですね、どうやらなんか中国語で書いた VIP 会員プレミアム3ヶ月ご契約ありがとうございますみたいなね、金額にすると、5476円って書いてあるんですよ。これはね、詐欺ですから気をつけた方がいいですよ。で、そんな覚えないじゃんっていう風になると、ここに書いてあるね、購入を承認しなかった場合は iTunes 支払いキャンセルにアクセスしてくださいって書いてあるんですよ。これがくせ者ですからね、ここにアクセスしたら皆さんのパスワードをこう入れてね、自動的に課金されるか、もしくはクレジットカードから引き落としされるようなことがあるわけですね。私ね、多分これで前引っかかったと思うんですよ。で、ここで確認しないといけないのは、この一番上のね、Apple Store って書いてあるじゃないですか。ここのところですよ。ここ、ところを、アドレスほら、見てください、これ。インターメールアップデートインフォメーション DWKJ うんぬんかんぬんってこう書いてありますよ、これね。このややこしいメールアドレスですよ。このそもそもこんなメールアドレスで来ること自体がおかしいですよね。Apple Store から来たメールではないということです。で、それが証拠にですね、ここで3ヶ月契約したと言いながら、前もやりましたけども、設定からですね、設定から、どこだっけ、iTunes Store と Apple App Store ですね、Apple Store を見て、この一番上の ID のところを ID を表示というふうにやると、この下にサブスクリプションって出るんですけど、サブスクリプションと、このサブスクリプションっていうところを見ると、そらほら、今のなんとかプレミアム3ヶ月って載ってないんですよ、ね、要は頼んだ覚えないのに出るってことはないわけですね。頼んでないんですよ。それがあたかも頼んで、でキャンセルしたいときはこちらっていうボタンがあるのが、あれが詐欺ボタンなんで、なのであのボタンを押す前に自分の iPhone でね、このサブスクリプションとか、購入履歴とかこの辺をチェックされることをお勧めします。そしてチェックして、その今の該当するアプリがね、登録がされた形跡がなければ、このメールは無視するメールだということがわかるわけですね。そもそもね、こんなメールアドレスで物は来るわけないし、Apple Store からこんな風にメールが来るなんてことはね、ないです。もうほぼほぼないです。なので、お気をつけになった方がいいと思います。もし Apple Store から来るんだったら、Apple Store のアプリの中のお知らせで来ると思いますよね。もう本当にもう世の中にはね、頭のいいやつというか詐欺がいっぱいいますからね、いろんな技術を駆使してね、騙そうとしますから、特に最近ね、ちょっと、お粗末だなと思うのは、結構この漢字が中国語の漢字で来るのね。これほとんど詐欺ですから。どうでしょうかね。おそらく、いろんな相談が、コメント欄にも来るんですけど、結構みんなやられてるみたいですよ。お気をつけくださいね。そもそものボタンは自分が押してる可能性があるので、そもそものボタンは、このなりすましメールから始まってますよ。なりすましメールに気をつけてね、詐欺にやられないように。お気をつけくださいということで、今日は短かったですけども、そもそも詐欺メールに気をつけてという感じでしたね。
お気をつけください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもね、役に立つ情報をお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、自由工房の古橋裕二でした。伊予さん、ハロー。気をつけてくださいね。本当に悪いやつがいるよね、本当に。